嘘の見抜き方をお伝えしようかなって思います。皆さんこんにちは、マリア様こと鈴木美咲です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はちょっともう今ね、夕日が落ちるぐらいな時に皆様に声を届けたいなと思ってこの動画を撮ってます。皆さんに今日お伝えしようかなって思うことは、皆さんって嘘ついたことありますか？それは例えば恋人同士でもいいですし、お友達同士でもいいですし、ね、大好きな人に何か嘘ついちゃったなって思うことってありますか？今日は私が嘘の見抜き方をお伝えしようかなって思います。じゃあ男性が嘘つく時の心理と、じゃあ女性が嘘つく時の心理、何かわかりますか？それは今日はね、お話ししたいなと思ってますので、ぜひぜひ最後までこの動画を見てくださいね。お願いいたします。はい、ではまず男性が嘘をつくときってめちゃくちゃわかりやすくないですか？てかめっちゃわかりやすいですよね。だからすぐ女性って男性の嘘を見抜いてしまうんですよね。それはなぜかというと、心理学では防衛規制というふうに言われているんですね。男性は自分の身を守るために嘘をつくと言われております。自分の安心安全を保持するために嘘をつくんですね。そうなんです。男性は自分の不安感や不信感とか、そういうのをすごくすごく守るために、自分の気持ちを安心安全にさせたいから嘘をついてしまうと言われているんです。なので男性にとって女性に嘘をつくときは自分の気持ちを守るためにすることが多いんですよね。男性は自分自身の立場を守りたいから嘘をついてしまうみたいなんですよ。男性の方は心当たりありますか？そして女性の方は、あれ、私になんで嘘ばっかりつくんだろうって思っていたら、ぜひこちらを参考にしてみてくださいね。そしてじゃあ女性はなんで嘘をつくのかご存知ですか？女性の多い嘘のパターンは置き換えと言われています。置き換えって聞いて何かなって思いますよね。例えば飲み会に行く時とかも、自分は行きたくないんだけど人数が足りないから行きましたとかって言うと思うんですね。これって友達のために私は行ったから、私は別に行きたくないんだよという置き換えをしてるんです。私たちの相談者さんも女性の方に、なんでこう彼氏に嘘ついて飲み会行っちゃったのって聞いても、やっぱり彼女は、いや私が行きたいとは思ってなかったんですとか、友達に人数合わせでどうしてもって言われたからとかっていうのをよく実は耳にしたりするんですよね。そして男性は女性の嘘をなぜ見抜けないかというと、実はコミュニケーションを取るときに相手からの情報を受け取ることを苦手としてるんです。なので相手の嘘を見抜けなかったりするんですね。でも女性はそこにすごくすごく長けているため、男性の嘘にはすごく敏感なんです。そして男性が嘘をついた時、女性の方は何をしますか？結構問い詰めたりとかしてしまいますよね。そうすると実は男性は自分の身が危うくなるからこそ、自分のメンツが潰れてしまうからこそ、嘘を問い詰められることをとっても苦手です。その場から逃げたくなってしまうんです。そうするとなかなか修復ってできないですよね。男性の扱い方、女性の扱い方などをしっかり学んでいただきたいなと思っています。そしてわからないのであれば私たちが教えていくので、なんか喧嘩ばっかりしちゃうなとか、いつも仲良くできないなとか、何かあればいつでもご相談に来てくださいね。そして今
あなたが考えていることが実は全く違うこと。大好きな彼、彼女は違うことを考えている可能性だってあるんです。それを確かめに来てくださいね。私たちが正しい答えを導いていきますので、よろしくお願いいたします。では、本日も最後まで見てくださりありがとうございました。では、